面白いですね、これ。どうも、文禄です。今日はですね、こちらを紹介します。ペンテルのスーパーマルチエイトです。まあ、これ、ペンテルの多機能ペンなんですね。で、結構ね、ロングセラーな感じなんですよ。だいぶ昔からある商品で、最初に発売されたのは、スーパーがつかないマルチエイトというものだったんですよ。 でこちらはマルチエイトをさらに強化させたスーパーマルチエイトということになっていますでマルチエイトっていうのは一体何かっていうと色鉛筆ですね色鉛筆の芯がここに入っていてでその芯をここの先から出して、まあ、好きな色で筆記できるというね色鉛筆の芯がいっぱい詰まった筆記具という感じのものがマルチエイトだったんですよ でそれもすごく今も人気なんですけど以前のマルチエイトは絵を描く人のためのペンだったんですよだから画材的な位置づけが高かったんですよでこちらのスーパーイトの方は画材的な位置づけじゃなくて一般筆記具として使えるようなものを目指したものになっていますねでまあビジネスとかでも使える感じのものになっていますね色鉛筆も1本だけ入ってるんですよね ここに赤色の色鉛筆が1本だけ入ってます。で、ちょっとね、僕としてはね、この赤の色鉛筆いらなかったと思うんですよね。なぜならですよ、これ、ボールペンも入ってるんですよ。ボールペンの黒と赤と青が入ってるんですよ。ということはですよ、ここで赤があるんで、こっちの色鉛筆の赤って必要なくないっていうね、そういうふうに思うんですよ。で、あとね、ペンシルも入ってるんですよね。HB の 普通のペンシル僕これが一番よく使うんじゃないのかなと思ってるんですけどこれが非常に便利なんでこのレッドは必要なかったと思うんでこのレッドの代わりに HB じゃなくて、まあ、例えば 2B を入れるとかなんかねそういう工夫をしてほしかったなというふうには思うんですよねそこがちょっとね僕は個人的に残念かなと思ったんですけどただねまあこの色鉛筆の赤以外はどれもね結構実用的に使えそうなものなんですよ 例えばね、この PPC ノンコピーっていうシーンがあるんですけど、これは、まあ、あの、コピーしても見えない線を書くことができるんですね。なんか、それもビジネスでね、使えそうな気がしますね。なんか、書類とかにこれで何か書いてもメモを取っても、それをコピーしてもそのメモが映んないんで、そういう使い方もできるというね。そこもまた実用的な感じがしますね。で、実はね、このマルチエイトの方には、 もう一つね、コピー用紙に映らないシーンが入ってたんですけど、それが何だったかな、あの、青写真のコピーに映らないシーンみたいな感じだったんですよ。青写真コピーってね、まあ、今時ね、見ないですよね。少なくとも僕は見たことがないんで。だから、まあそういう古い時代の筆記具が、まあ今もそのままの形で売られているということになりますね。 まあこのスーパーマルチ8に関してはその青写真用のコピーはまあ没になってるんでまあより実用的なものが選択されているという気がしますじゃあえっと他に何があるかっていうと蛍光色の黄色とピンクが入ってます蛍光色っていうのもまたよく使えますよねこの木特にねこの黄色とか本当に くっきりと蛍光色色の黄色が出るんで本とかに線を引く時に、まあ、黄色い線とかで線を引くこともできますよねさすがのペンテルなんで非常にね使い勝手が良くてあとね何といっても一番感心したのはこの持った時の、うん、しっくりくる感じ非常に持ち心地がいいんですよねでまあここが細くなってて持ちやすいような形状にもなってるしまあ重量感だったり 重心だったりも非常に絶妙でですね。まあ僕はそんなに多機能ペンにこだわりはなくって多機能ペンってそんなに持ってないんですけどこれに関してはねすごいなってね本当に思いましたね。まあ持ちやすいし使いやすいっていうことでこれは本当に使えるなって思ったんですよ。まあね僕の中でね良かったなって思った多機能ペンはこのモンテベルデの ツールペンっていうやつこれとエンテルのこのマルチスーパーマルチ8この2つかなこれがまあ本当にいいなと思ったやつただこれはね筆記以外の機能も入ってるんで完全に筆記に特化したもので言うともうこれこれがもうダントツかなというふうに個人的に僕は思ってますこちらはねまあ上下がついてたり水平器がついてたりまあちょっと違う意味での多目的なんでこれも非常に書きやすいんですけど やっぱね、筆記だけに特化するとしたら、これがやっぱね、僕一番好きかな、今のところ。いろいろ、まあ今までもちょっといろいろ多機ペン紹介してきましたけど、これちょっとね、頭一つ飛び抜けてこれいいなと思った一曲ですね。だからまあ、やっぱそこはね、ペンテルの技術力だからできたのかなっていうふうに思いますね。 で、まあ、どういったものか、ちょっと実際に使ってみますけど、まずね、ここを回すと、まあ、好きな芯が選べるというわけですよ。ここを回すと。で、どうやって芯を繰り出すのかっていうと、それ重力を利用するんですよね。こう、下に向けた状態で、ここを押すと、降りてくるわけですよ。これ、戻すときはまた重力を利用してボタンを押すんですけど、 こういう状態で、こうすると下に落ちていく。これで元に戻るという感じですね。中央に穴が見えますよね。この中央の穴にこう、落としていくっていうことですよね。じゃあちょっともう一回落とします。すごいちょっとかっこいい動作するんで。面白いですね、これ。かっこいいでしょ。この、まあこれがまたかっこいいんですよね。で、まあこれがね、黒のボールペンですけど、 すっごい滑らかです。めっちゃくちゃ滑らか。非常に描きやすいです。で、別に低粘度ってわけじゃないんですよね。なのに非常に滑らか。試しにね、このペンテルの低粘度のボールペンがあるんですけど、これ、ビクーニャフィールっていうね。これ、やっぱね、これと比較すると、こっちのフィールの方が、 やっぱ滑らかかなって思うんですよね。でもね、ちょっと、こっちは低粘度じゃないけど、このフィールに匹敵するぐらい滑らかです。だから本当にこれ、すごいなと思いますよ。もうこれだけでもね、もうボールペンとして、普通に全然普段使いで使えるなと思いました。うん。で、まあ、あとは、まあ、赤ボールペンですよね。 はい、で青ボールペンとまあこういう感じですけど他には PPC ノンコピーこれがコピーしても映らないっていうやつですねちょっとこれを出してみますでこれ出すときに注意してほしいのが普通にそのまま出すともう全部出ちゃうんでこれだとダメだから あのね、落ちないように手を添えてから出さないといけないですね。これですね。この線がコピーしても映らないということですねで。結構ね、はっきりと線が引けるんで、メモも結構できると思います。という感じでメモを書いて、これコピーしても大丈夫。カンペとかにも使えるし、 なんか、イベントとかのスケジュールとかね、こういうふうにメモした後、なんかスケジュール、他の人も欲しくなった時にコピーして渡す時に、まあ、変なメモが映らなくて済むっていうね、そういう使い方もありますよね。じゃあ、次。蛍光のピンク。これがまあ、傾向ピンク。 うん、これはね、まあ、文字を書くというよりはな、何かを目立たせるために使う感じだと思います。この、ペンテルっていう文字を目立たせたりとか、そういう使い方かな。で、使うと思います。で、同様に、これ、蛍光の黄色。はい。これも、ま、こう線を引いたりとかですかね、こうやって。 本とかに、まあ、線を引けると。大事なところに線を引けるという感じです。はい。そして、色鉛筆の赤ですね。ちょっとこれの使い道がよくわからない。僕はちょっとこれ多分、多分全く使わない気がするな。ボールペンの赤の方が使い勝手いいですからね。 まあ、ボールペンの赤が消えてしまった時に予備としてこれを使うっていうのはあるかもしれないんですけど、普段から好き好んでこれを使うという気はしないんで、ちょっとね、なんか違う芯を入れたいなという気はします。まあ、ここにレッドって書いてあるから、違う芯入れると辻つまが合わなくなっちゃうんですけど、まあ何を入れるのかは多分個人の自由だと思うんで、単体で芯売られてるんで、まあ自分の好きな芯を に投入すするっていいうのももねねありかもしれないです、ね、ただまあ僕はねあのあんまりそういうねカスタマイズするの好きじゃないんでもう買った時のそのままのありのままの状態で使うのが僕のポリシーでもあるんでこのままにしたいと思いますであとはペンシルの HP ですねうん多分これが一番よく使うと思うんですけどはい こうするとまあ鉛筆として使えるわけですよはいでまあね普通に鉛筆です非常に使いやすい鉛筆で書き心地がね非常にいいんで,で僕すごく鉛筆好きなんででもなかなか鉛筆ってね筆箱に入れて持ち歩こうっていう気になれないんですよねまあなぜならね 鉛筆って長すぎるんで、筆箱に入んないんですよね。で、筆箱に入れると汚れないようにさらにキャップをするじゃないですか。そうするとさらに長くなって、ますます筆箱に入らなくなっちゃうんで。だからね、僕、筆箱には普段ね、こういうね、大人の鉛筆みたいなね。これもね、ちょっと似たようなやつで、鉛筆の芯が出てくるんですけど、うん、これが非常に書きやすいんで、まあ、これと同じような感覚で使えるのかなと思います。ただね、 これとこれ比較して思ったのは、これは非常に鉛筆に近いです。でね、こちらの方は、まあね、書き味がね、ちょっと太字のシャーペンに近いですね。だからちょっとシャーペンを使ってるような感覚になります。えー、まあそこはね、やっぱね、ペンテルはシャーペンに強い会社っていう気はしますね。あの、比較してみると、北星鉛筆の大人の鉛筆の方は、 鉛筆の芯が使われているのに対して、こちらのペンテルの HB に関しては、ちょっとね、太めの写真を入れているっていうような感覚のものなんですよ。これは鉛筆の芯じゃないですね。これはもう感覚的にはもう写真と言っていいですね、こちらに関しては。だからこっちはね、もう完全に鉛筆なんで、もう鉛筆です、これは。 こちらはもうね、書き味がシャーペンですね。太めのシャーペンを使ってる感覚。非常にいいですよ。どっちがいいとかじゃなくて、まあどっちもいいです。これもすごく書き味がいいです。書いていて、ボールペンの時もそうですけど、ブレないんですよね。よくありがちなのはブレるやつ。結構ね、高級なやつでもね、こう、筆記してると軸がブレたりするんですけど、 これに関してはブレがないですね。全くブレを、あ、いや、若干あるか。うん、ブレがほ,ほとんどないです。ほとんどブレを意識させないです。今ちょっとね、あえてブレを意識したからブレを感じましたけど、普段筆記していてブレを感じることはないです。だから構造がよくできてるんだと思います。このボールペンに関しても、うん、ブレほとんど感じないですね。 あいや感じるかボールペンに関しては若干ブレを感じるかでも許容範囲ですねこれは完全に許容範囲のブレですね何点を一つ挙げるとするとここにいっぱいね芯がね収められてるわけですけどこれね固定されて収められてるんじゃなくてただねそのスペースに芯が入ってるだけなんですよねだからあの振ったらその入ってる空間の中で芯が動くんですよ 振ればシャカ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 音がするんですよ。この音がね、結構気になるかなと思いました。手に取った時に少しシャカシャカ、シャカシャカって音がするのがちょっと安っぽいかなっていう気はします。でも他は問題ないですね。まあ、書いてみるとね、こうやって筆記してみるとなかなかね、高級なペンを使ってるような感覚になるぐらい非常に持ちやすいですね。 考えられた形状をしてると思うんで、掛け味はね、とてもいいです。だからまあ本当多機能ペンとしてはもう僕これベストバイだと思いますね。これ以上のものはないと思いますね、今のところは。シャーペンついてないですけど、シャーペンいらないですもん、これ。もう全然この HB の太軸の芯で代用できますからね、シャーペンの。だから、 僕の滝のペンに望む機能はまあ、全てここに集約されているかなっていう気はします。8種類の筆記ができるペンってね。なかなかないですよね。まあ、せ。いぜい4つぐらいが限度なんですけど、これはねこの細さうん、非常に細いんですよ。この細さが非常にいいんですけど、この細さでね。8種類もね。機能を備えているっていうのはね。やっぱすごいなと思いますね。4色ボールペンとか緑とかほぼ使わないじゃないですか？ これに関してはね、8色中7色は結構実用的かなと思うんで、使い道がありそうだし、あの、携帯性にもすごい、すごい優れてるし、いいと思います、これす。僕はすごく気に入りましたね、これは。これはもう僕の筆箱行きで一軍はもう一瞬で確定したんで、それぐらいずっと気に入りましたね。はい。おすすめです。値段は高いですけど、いいですね。 全然損はないと思います。で、複雑な気候がほとんどないですよね。シンプルな気候なんで、重力で落とすだけっていうね、ちょっとね、衝撃でしたよ、その方法が。まあ、言ってみれば安っぽい機構なんですけど、でもね、そういうね、シンプルな構造にしてることで実現できてるんだろうなっていう気はするんで、このね、太い芯が出てくる方が、意外とね、使い勝手が良かったりしますよね。これ本当に書きやすいんで。 うん。というわけでね、ペンテルのスーパーマルチエイトでした。これは本当におすすめ。名器といえる素晴らしい筆記具だと思います。というわけで今日の動画は以上です。ではまた。